はい、皆様、いだまいだ。作業用にね、首にぶら下げられるようにカメラ。まあ、こんなのね、ちょっと買ってきて、工夫して、まあ、この形になったと。はい、ちょっとね、ドンキーホーテでね、くったらねえね、これ実況系、両手が使えるカメラをね、これスマートフォン用だけどね、このね、使ってないカメラをね、ここにね、くっつけようかと思ってね、買ってきた。ね、まあ、開封動画だね、こんなの。ね、とりあえずどんどん出してみましょう。はい。こうなってんだかね、色は白だね。あれだ、なんか謎すぎや。で、これがどう、使い方が書いてねえや、これ。使い方がよくわかんないね。適当に曲げて使えってことだね、これね。適当に曲げて使えってことだね。はい、ちょっと。はい、これはこれで、こうなって。ああ、くっつかねえ。これ緩めんのか。どうなってんだ、これ。ねえ、入んねえよ、入んねえよ、これこうやってからやるの。よし、そんでこれで、ああ、ネジバカなっちゃう。ねえ、そんでこれをここにくっつけんだけど、当然つけらんないので穴を開けてこのネジをつける感じかな。まあ、このぐらいの形でしょう。ね。ちょっと暗くしてね。白が分かんないからね。あんまり綺麗に曲がんないね。これ女性の力だとちょっと難しいね、曲げるのね。ね。そしたら真ん中のここか。ここに止めるか。ここに無理やり、ネジ、穴開けちゃいましょう。こうなのかね。ほんでいいやね。まあ、計画だとこっちになるか。ちょっと待って、ここに隙間入るか、これ。ネジが。あ、ギリギリだね。ギリギリだったね。これはあれだね、もしかしたら車のあそこにもつけられるかもね。ねえ、牛くんでできた。ね。ここができてる？ちょっと、これね、ちょっとね、ブルブル震えるんだよ、こうやってね。はい、ちょっと巻いてみようね。はい、まあね、他にやることがないかんね。はい、これアップでさ、ピント合ってる、これ。ちょっと今チェックしてみましょう。はい、まあこんな手元でやるのはパーマ屋ぐらいだよね。お料理だったらもうちょっとこういう感じで見えるんじゃないね、お料理動画だったらね。これ手が使えない。ただこれブルブル震えてねえか、これ。なんかブレがちょっと心配だね、ブレが。まあ、ちょっとこれどんな感じかね。うん、はい。で、今どんな感じで撮れたかね。あ、これ結構揺れるね。もうちょっと開いた方が揺れないってことかな。この方が揺れないか。これの方が揺れ防止になるか。ちょっとずつね、調整しながらね。ちょっと針金の曲げ加減ね。ちょっと穴の位置が気に入らないんで、ちょっとずらしましょう。大丈夫か？
鉄板入ってんのこれ。硬いね。ねえ。あれ、これでいいや。ちょっとオフセットしたね。ネジがちょっと止めづらかったからね。うん、ほんでいいや。とりあえずこれちょっとオフセットして。本来ね、はい、こんでいいね。まあこんな形に結局落ち着いたね、最後の最終形状はね。やっぱりこれがやっぱりあんまり強くね、締まらないからね。まあちょっと何回かやってみると分かんないね、これどういうことになるかね。うん。でもこれで両手使えるようになったね。まあ体はここで押さえるってことだね。体をここにぶつけてね。まあそんだけだね。でちょっとロット巻きね、ロット巻きするときはやっぱり下に下げなきゃダメだね、この場合ね。まあお料理番組やるときもこれ慣れれば角度がうまくねえんじゃねえか。お料理するときはこう包丁でこうやってやるわけでしょ。こうやってなんかこうやってね、お料理番組のときはね。まあこれで映ってるかどうかね。まあワインディングもこのぐらいでいいんじゃないかな。まあこんな感じで、ただ画質が悪いなこれ。ニコン S3500 ね。なんか最近のさ、なんか5000円ぐらいのアクションカメラの方がよくねえかこれ、画像が。まあ、まああるものを使わないとね。カメラ何台も買ってもしょうがないからね。作業関係の動画がもうちょっと手元で撮れるようになるかもしれないね。はい、こんなもんだね。はい。で箱にさ書いてあるみたいにこんなにしたらさ、見えるこれ、こんなにしたらさ、カメラがこんなになっちゃってさ、使い物になんないよ、録画できないよこれじゃ。こんなのね、こういうやり方じゃね、まあバッタもん800円だね。